今日は4月の17日ですね。4月はね、思うようにいかないので今日は畑に来ました。ちょっとね、竹が足りないとこあったので、竹5本切って、今日はいろんなもの積んでます。暴れ娘ラッキーと、欲しかった、草刈り機、昨日買いました。ちょっと予定よりね、思ったよりちょっと一ランク下の草刈り機ですけど、まあ仕方ないですね。あと今母屋をね取り壊し中なので、欄間ですね、捨てるのもったいないから畑の小屋で何か使えないかと、持ってきました。今日は草刈り、本番です。やります。欲しかった草刈り機、昨日、ホームセンターで買ってきました。マキタのね、フォーストロークの、力あるやつを買うかと思ったんですけど、なんか向こうはガソリンとオイルと別にやって、パワーはあるんだけど重いんですよね。もうとにかく、こっちはね、2万円1000かな18,800円、2万1000円くらいの 36cc、ですけど、前使ってたのとね、大体同じくらいだと思うんですけど、軽いしね、でそんなに、木を切るわけじゃないので、迷ったんですけど軽い方にしました。まあ刃もね25まで入れても大丈夫かなっていう気がしますんでね。一応はこれね、入ってるのは23センチなんですけど、でも25、前もね23だったんですけど25つけて、まあおしとやかに刈ります。また壊さないようにね。
Thank you.
時間やりました、くたびれてヨレヨレです、草は後でまた来た時に片付けます。まあちょっと綺麗になったですよね。